はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。南アフリカランドへのテクニカル分析を3分で解説します。5月8日までの、えー、週間見通しとなります。まずは結論から、週足ボリンジャーバンド1目金公表、トレンドはありません、ストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、底堅く推移と考えております。続きまして、冷やしです、ボリンジャーバンド1目金公表、トレンドレース状態、ストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、冷やしベースは上目線と考えております。それではテクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい、週足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21周、移動平均線真横を向いております。週足ボリンジャーバンド、トレンドは出ておりません。はい、週足ストキャスティックス、開始グナルが点灯ということです。はい、週足の一目均衡表で、チャート形状的には明確なトレンドは出ておりません。 はいこちら日足のボリンジャーバンドトレンドの方向性示す回転線21日移動平均線真横を向いております日足のボリンジャーバンドのトレンドレスということですはい日足のストキャスティックスかなり強い買いシグナルが点灯ということです。 はい最後こちら日足の一目均衡表ですローソかしと雲の位置関係からトレンドレスということですはいそれでは5月8日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います5月8日までのサポートレジスタンスですはいまずはサポートラインは7.40レベル7.40レベルと考えております続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは7.60レベル7.60レベルと考えております はいまずはキャンペーンのご紹介です右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です youtube 概要欄から口座開設をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の口座開設特典2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は youtube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はい、南アフリカランド円5月8日までの予想レンジ7.40レベルから7.60レベル7.40レベルから7.60レベルということです。はい、ポイントトレンドレスもう買い優勢ということで南アフリカランド円なんですけど現在明確なトレンドは出ていない中買い優勢ということで、はい、日銀の緩和継続期待の円売りあとは、えー、とアメリカの中堅銀行ファーストリパブリックバンクが まあ、JP モルガンに買収されたということでリスクス、えー、センチメントの改善で,、はいえー、とですなかなか円が買われづらいマーケット環境ということです。チャート形状的に言いますと週足、日足のボリンジャーバンド一目均衡表は明確なトレンドが出ていない中週足、日足のストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、はい、南アフリカランド円です5月8日までの見通しチャート形状的には明確なトレンドが出ていない中底堅く推移と考えております。南アフリカランド円 5月8日までの見通し、チャート形状的には明確なトレンドが出てない中、底堅く推移と考えております。はい、最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。